私たちがマクロスで地球を旅立ってから8ヶ月が過ぎました。町のみんなもマクロスでの生活に慣れて、それなりの市民生活が営まれています。今度は館内でテレビ放送まで始まることになりました。開局記念にミスマクロスコンテストをやることになり、マクロス中がちょっとしたお祭り騒ぎです。でもまさか敵の異星人までこの放送を見ていたなんて、彼らの目にはどのように映っていたのでしょうね。非番のところごめんなさい。当直のパイロットが不在で間に合わないので緊急に出撃してもらいました。敵偵察機と思われる機影を発見。本艦直上12時方向で周回運動中です。直ちに正体を確認の上、敵であればこれを排除してください。その機体はプロテクターウェポンシステム GBP-1S アーマード装備です。装甲が厚くミサイルも多数搭載できますが、バトロイド体系専用です。任務完了まで変形はできないので注意して。それではこれより第二次審査に入ります。第二次審査は水着姿の審査で、主にプロポーションの美しさを。変ね。軍用周波数に館内テレビ局の電波が入り込んでいるわ。今日から始まった放送なので周波数の干渉排除がうまくできていないのかも。くれぐれも気を散らさないように。敵はすぐ近くにいます。ウッケストミデブランダカンデルケルケルカスマルテストウッドミゼントランテメルトランタルケタカン。やったデッカルチャー。ダンツブルマルテス。さあダンツ受け。デブラン入れけガバス。マルカデブランズカラティンガドラ。エントリーナンバー12リン・ミンネーさん。受け一刀で撃破したか。
超えてザンダーケルカリアデッカーズテルネスタルニマルテソウッケス決定しました。ミス・マクロス、リン・ミンメイ。任務完了を確認。お疲れ様。起動してください。